さてうまく撮ってると思うんですけど、うまく撮れているかどうかわからないんですが、はい、ピュアフル部門賞や、ピュアフルや他の小学館文庫小説賞ですねに送る原稿を送らなければいけないのに全然送れないで時間ばかり過ぎてしまっているという感じです。このままではいけないんですが、なんとかしなければいけないんですけども、どうも寝てしまうのです。寝てしまうというか眠くなってしまい、なかなかできないという感じですね。もう9月、今この音声に出るのは2010年の9月25日なんですが、ピアフルと小説賞ともに9月、2010年9月30日が締め切りなんです。何が何でも音や小説を完成させて送らなければいけないと思うんですが、2つとも送るというふうになると、かなり厳しいかなと思っています。なんとかやろうとはしているんですけども、なかなかうまくいかないです。なかなかうまくいかないですね。なんとかしなければいけないんですけども、なかなかうまくいかないです。なんとかしなければいけないんですが、どうも時間ばかり過ぎてしまっています。なんとかしなければいけないんですが、なんとかしなければいけないと頭で分かっているんですけども、なかなかどうして先に進めないという状態ですね。このままではダメなんですが、もう今だと多分現実的にはどっちが小説小学館文庫大賞かピアフル小説賞どっちかにしか多分原稿は送れないと思うんですが、何とかして両方に送りたいと思っています。ということは、小学館文庫大賞の方は400字で言うと原稿用紙で300枚書かなければいけないんですけども、ピュアフルだと200枚なんです。そこでなんとかなるかなとは思っているんですけども、どうなるか、相当書くのは大変なんです。寝ないで書いたとしても目が疲れてしまいますし、もっと余裕を持って前からやっていけばよかったなと思ったんですけども、今更もう言ってもしょうがないですし、とにかく何が何でも完成させて、面白くないなと思って止まっていると結局ずっと書けなくなってくるので、とにかく書いてでまた見直したりまた削ったりして、とにかく書かないことには何も始まらないのかなとは思っているんですけども、なかなか始まらないというか先に進めないような感じがしています。で、あと思ったことなんですが、
まあこれぐらいですね。どうするか、こうやって音声を入れていても何について言っているのか分かんなければ意味がないかなと思っています。何についてか、という感じですね。もう寒いので布団は出していますが、目がかゆい。